は。あちらにあります長妻昭さんと事件です。あ、本人様がいらっしゃいました。こんにちは、次元寺さんですね。今回あの正解難しいですね。キジさんはなんかこう中野区っていうのはどういう風な思い入れがあるんですか？まあ自分が住んでるところですから、はい、もう小学校からずっと住んでる中野区の辺から住んでますよね、はい、まあ、でもただそれだけだよね。別にそのずっと住んでるってことですね。そう住んでるから、はいはい、でこれからもきっと住み続けなくちゃしょうがないよね。あちこち引っ越すっていうのもないから、はいはい、だったらいい街になってほしいですよね。なんかどんな街にしたいと具体的にあるんですか？いろいろありすぎちゃってね、まあ、パッと言われてもらう。でも今一番目指してるのは健康長寿日本一っていうのを掲げてる。健康素晴らしいですね。あの周囲もすごい健康のこと大好き、セロトニン大好きなんですけど。セロトニンね。好きな食べ物はありますか？ちなみに健康に関して。健康に関して、うん、それちょっと今度教わるか教わらないとダメだね。私の好きなのは健康にいいのかとかさっぱり分かんない。でもね、私ダイエットしたことがあって。あ、そうなんですか？スラッとしてらっしゃいますけど。そうでしょ。でもと85キロぐらいはもっと変わってますけど、そうなんですか？ダイエット分が健康に多分美味しそうな予感がするので、かけそば毎日食べてたんですよ。かけそばだけで生活をしていたので、はい、でも全然減らないよと。かけそばはどうなんですかね？だから炭水化物の塊だから、ね、野菜とかなくて、そうだから、うん、もういい加減頭に来た。痩せたんですか？痩せましたね。ケンタッキーで炭水化物カットダイエットを、うん、その頃まだねそういう話もなかったんだけど、肉ばっかり食べてたら、ね、痩せた。肉ばっかりで痩せるって新しいダイエット方法ですけど。え、なんですかそれ？私のあの健康ポーズなんですね。はい、一緒にじゃあせーの、くるみんぽー。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。健康素晴らしい。